椿姫は、ジュゼッペ・ベルディが1853年に発表したオペラである。現代は、堕落した女を意味する、ラトラビアータ。日本では、原作小説、椿姫と同じ、椿姫のタイトルで上演されることが多い。作品は、前三幕からなり、アレクサンドル・デュマフィスによる原作小説に基づき、フランチェスコ・マリア・ピアーベが台本を書いた。長編の原作から、 要領よく主要なエピソードを取り上げて、聞きどころに富んだ構成となっている。悲劇でも音楽的には明るさ、華やかさ、力強さを失わない、ベルディの特質が最もよく発揮されており、人気の源泉となっている。1852年、パリに滞在したベルディは、デュマフィスの擬曲版、椿姫の上演を見て感激し、当時新作の作曲依頼を受けていた。 ベネツィアのフェニーチェ劇場のために、翌1853年をはじめに比較的短時間で作曲された。初演当時は娼婦を主役にした作品ということで、イタリアの統治国側の検閲により、道徳的な観点から問題視されたが、ヒロインが最後に死ぬということで上演が許されたと言われる。初演は1853年3月6日、ベネツィアのフェニーチェ劇場で行われた。 しかし、準備不足などから、初演では、聴衆からも批評家からもブーイングを浴び、歴史的大失敗を喫した。しかし、翌年の同地での再演では入念なリハーサルを重ねた結果、聴衆に受け入れられた。その後も上演を重ねるごとに人気を呼び、今日では、ベルディの代表作とされるだけでなく、世界のオペラ劇場の中でも最も上演回数が、 多い作品の一つに数えられる。椿姫初演当時の公演案内。椿姫ボーカルスコア。1855年頃出版。当時、繊細マルゲリータ泣きとのベルディは、歌手ジュゼッピーナ・ストレッポーニと同棲していた。ジュゼッピーナ自身も父親違いの三次の未婚の母であった。経験なカトリック信者であった。彼としては、支援者でもあった繊細の父への気遣いもあり。 後ろめたさはあったと思われる。そのため、原作がデュマ・フィスの実体験をもとにしたように、ベルディ自身も自らの境遇との暗号を強く意識していたものと推察される。原作の、椿の花の貴婦人という名前を用いず、道を踏み外した女、堕落した女を意味する、トラビアータというタイトルをつけた。またヒロインの名前は、くしくも繊細と同盟のマルグリットから、 スミレを意味するビオレッタに恋人の名前はアルマンデュバルからアルフレード・ジェルモンに変更された。原作のヒロイン、マルグリットは娼婦であることを特に恥であるとも罪で、あるとも思ってはいないが、個人として誇り高く生きているよう描かれている。純情な青年、アルマンの思いを受け入れた後でも、現実世界の立場との折り合いをつけようとする。 彼はそれを理解できずに嫉妬心と恋心の相告に悩んだり衝動的に彼女を攻撃してしまい、それにより彼女はひどく傷つく。オペラではヒロインの行動は原作よりもアルフレードとの純愛に偏って描かれており、現実との葛藤は第二幕の父ジェルモンとの対決場面に集約される感がある。この場面はこのオペラでも重要なところで、 音楽的にも聞き所となった。ジェルモンは保守的な良識の持ち主かつ少々偽善的ながら基本的に善人として描かれている。父に比べるとアルフレードの役柄は比較的単純で前二者の精神的年齢に達していない青年の行動を示す。一人寂しく死を迎えたデューマフィスの恋人や小説のマルグリッドの場合とは異なり、 最後の幕で恋人は再会し、ビオレッタはジェルモン親子に見取られて亡くなってゆくのであるが、オペラの上演で見せ場を作る必要性からそうなったという見方のほか、作曲者がジュゼッピーナに配慮したのだとも考えられる。おそらく同様の理由で、原作で重要な意味を持つ、ある漫画、マルグリッドの墓を暴く場面や、最後の人世の場面では、最大の見せ場は描かれない。なお、 今日の演出の中に、二人は実際には再会できず、日本の上演で、冒頭アルフレードが自分は彼女の最後に間に合わなかったとセリフで語るものもあったが、これは他の演出上の表現で語るべきという批判があった。また、演出家、映画監督のフランコゼ・フィレッリは、冒頭弟子の床に横たわるビオレッタを見せることで、作品全体が彼女の心に浮かんだ。 回想であるように描いた。映画で常識的なフラッシュバックの手法を応用した優れたアイディアであり、第一幕と第三幕の前奏曲の共通性が大きな意味を持ってくる。映画版では一旦ビオレッタカズトによったカメラが死の瞬間にズームアウトすると周りには他に誰もいないという映像で幻覚説をよりはっきりと打ち出した。フルートに、大ボエに、クラリネットに、 ファゴットに、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、チンバスソ、ティンパに、大大庫、トライアングル、言語オブ舞台上タンブリン、槍舞台、ウラシーンにより、次のように異なる楽器が要求される。第一幕、別室から聞こえてくるワルツの音楽バン第一幕、ビオレッタのアリア、花から花へ、ハープ第三幕、シャニクサイの合唱ピッコロに、クラリネット4、ホルン2、トロンボーン2、 タンブリン、カスタネット約2時間20分、40分。大幅にカットして1時間50分前後で上演されることも多い。第3幕冒頭の場面の哀愁を帯びた旋律が奏でられた後、第2幕でビオレッタがアルフレードに別れを告げる場面の旋律が引き継ぐ。華やかに装飾しつつも、どこか物悲しい気分を作り、静かに終わる。ビオレッタの住む屋敷。 今夜も賑やかなパーティーが開かれており、女主人は来客をもてなしている。そこへ、アルフレードがガストーネ施の紹介でやってきて、ビオレッタに紹介される。歌を一曲歌うよう勧められた、彼は一旦辞退するが、皆のサイドの勧めでグラスを片手に準備をする。一同の沈黙と緊張の中、アルフレードは情熱を込めて歌い、ビオレッタが加わって、デュエットになる。さらに、 皆が加わって華やかに歌い上げる。別室からビオレッタが用意した舞踏会の音楽が聞こえてくる。皆で行こうとするとビオレッタがめまいを起こして椅子に座り込む。何でもないからと一人部屋に残った彼女のところにアルフレードが来る。アルフレードはビオレッタにこんな生活をしていてはいけないと言い、一年前からあなたを好きだったと告白する。ビオレッタは最初は軽くは知らうが、 彼の真剣さに少し心を動かされる。ビオレッタは、椿の花を渡して、再会を訳し、この花がしおれる頃にという。宇頂典になるアルフレードに、もう一度愛していると言ってくれますかとビオレッタが尋ねると、はい、何度でも。と彼は応ずる。アルフレードに続き来客が去って一人になった、ビオレッタは物思いにふける。不思議だわと純情な青年の求愛に、 心ときめかせている自分の心境をいぶかる。そして彼こそ今まで待ち望んできた真実の恋の相手ではないかと考える。しかし現実に引き戻された彼女はそんなバカなことを言ってはいけない。自分は今の生活から抜け出せるわけがない。協楽的な人生を楽しむのよと自分に言い聞かせる。彼女の中でアルフレードとの恋愛を肯定する。 もう一人の自分との葛藤に、知事に乱れる心を表す、コロラトゥーラ商法を駆使した、華やかな曲で幕切れとなる。第一話、編集パリ郊外のビオレッタの屋敷二人の出会いから、数ヶ月が経った。ビオレッタは、貴族のパトロンとの華やかな生活を捨て、この家でアルフレードと静かに暮らすことを選んだのである。彼女との生活の幸福を語るアルフレードは、 ちょうど帰宅した召使いから、この家での生活費のために、ビオレッタが彼女の財産を売却していたことを聞き、気づかなかった自分を恥じると共に売ったものを取り戻そうとパリに向かう。そこへ、ビオレッタが登場し、彼のパリ行きを聞き、イブカル。そこに、アルフレードの父親ジョルジョ・ジェルモンが突如来訪する。驚きながらも、礼儀正しく迎える彼女に、あたりを見回し、 息子をたぶらかして、随分と贅沢な暮らしをしていますがといきなりなじったため、ビオレッタは、私の家で、女の私に失礼なことを言わないでくださいと毅然と、応じ、たじたじとなる、ジェルモンに秘密を打ち明ける。彼女が、自分の財産を息子との生活のために手放しつつある、ことを知った、ジェルモンは、比例を浴びる。アルフレードをどんなに可愛しているかと理由を説明する。 彼女に対し、ジェルモンは本題を切り出す。息子と別れてくれというのである。ダメですと即座に断るビオレッタに、彼はアルフレードの妹の縁談に差し支えるから、助けてほしいと迫る。ついに要求を受け入れ、彼女は身を引くことを決心する。しかし単に家を去っ方法は任せてくださいと受け合うビオレッタに礼を言って、父ジェルモンは一旦去る。 一人になったビオレッタは一計を案じアルフレードに手紙を書く。彼女は、アルフレードと別れて、元のパトロンとの生活に戻る、という偽りのメッセージを送ろうとしたのである。そこへ、アルフレードが帰宅する。彼は、父が訪ねていくという手紙を見て、すでに父が来たとは知らずに、ビオレッタに大丈夫だなどという。ビオレッタは、アルフレードの父が来るなら、席を外して、 庭にいるといいその場を去る。別れ際に彼女は、アルフレード、いつまでも愛しているわ、あなたも私と同じだけ愛して。さようならと、大一幕の前奏曲の後半の旋律で歌う。アルフレードは、彼女の様子を不審に思うが、父親が来ることに動揺しているのだと思い込む。アンニーナが登場し、ビオレッタが急遽出かけたこと、手紙を預かったことを告げる。不安に駆られつつ、 手紙を読み、アルフレードは自分が裏切られたと思い込んで激怒する。そこに、父ジェルモンが再登場して、息子を慰め、故郷のプロバンスに帰ろうとなだめる。しかし息子は自分の受けた地辱をすすぐのだと言い、パリに向かう。第2話、編集パリ市内のフローラの屋敷相変わらず、貴族と愛人たちが戯れ合う日々である。ちょうど仮面舞踏会が開かれている。 フローラとドビニー公爵、グランビル医師らは、アルフレードとビオレッタが別れたという噂話をしている。ジプシーの占い師や、マタドールなどの仮装の後、アルフレードが登場。彼らは、カードの賭けを始める。そこに、ドゥフォール男爵に、エスコートされたビオレッタが登場。ドゥフォールはアルフレードを避けるようビオレッタに指示する。アルフレードは着きまくり、ビオレッタへの悲劇を言う。 それに激行した、ドゥフォールも賭けに参加するが、ドゥフォールはアルフレードに大負けする。そこに、夕食の準備ができ、一度退場する。アルフレードとドゥフォールも後ほどの再戦を約束して、退場する。アルフレードの身を案じたビオレッタは彼を呼び出し、自分のことなどを忘れ、逃げてほしいと訴える。それに対してアルフレードは、復縁を迫るが、ジェルモントの約束で真意を言えないビオレッタは、 スフォールを愛していると言ってしまう。それに激高したアルフレードは皆を呼び出し、これで仮は返したと叫んで先ほどかけで得た札束をビオレッタに投げつける。自分の真意が伝わらず、皆の面前で侮辱された彼女は気を失う。一同がアルフレードを非難しているところに、父ジェルモンが現れ、息子の行動をいめる。自分のやったことを恥じるアルフレードと、真相を言えない父ジェルモンの独白。 アルフレードを思いやるビオレッタの独白、ビオレッタを思いやる皆の心境を歌い、トゥフォールはアルフレードに決闘を申し込んで、第二幕を終わる。第一幕前奏曲と同じ音楽が、やはり弦楽合奏で始まる。一層悲痛な調子で演奏され、アルフレードに愛を告げる音楽はもはや登場しない。キレキレになったフレーズで、ひっそりと、弱々しく終わる。 パリのビオレッタの屋敷数ヶ月が経った。アルフレードは男爵と決闘して勝ち、男爵は傷ついたが解放に向かっている。国外に出たアルフレードに父親は手紙を書いて、ビオレッタとの約束を告白し、交際を許すことを伝えて、ビオレッタの元に戻るよう促しており、そのことをビオレッタにも手紙を書いていた。しかし、皮肉なことにビオレッタの生命は突きかけていた。 持病の肺結核が進行していたのである。幕が上がると、ビオレッタが、ベッドに寝ている。彼女は、アルフレードの帰りを今か今かと待ちわびている。何度となく、読んだジョルジョからの手紙をもう一度読む。読み終わった彼女は一言、もう遅いわ。と叫び、過ぎた日をもって歌う。ああ、もう、すべておしまいと絶望的に歌い終わると、外で、 カーニバルの行進の歌声が聞こえる。医師がやってきて、ビオレッタを診察し励ますが、アンニーナにはもう長くないことを告げる。そこに、とうとうアルフレードが戻ってくる。再会を喜ぶ二人は、パリを出て、田舎で二人楽しく暮らそうと語り合う。しかし、四季の迫ったビオレッタは倒れ伏す。あなたに会えた今、死にたくないとビオレッタは神に訴える。そこに、医師や、 父ジェルモンが現れるが、どうすることもできない。ビオレッタはアルフレードに自分の肖像を託し、いつか良い女性が現れて、あなたに恋したら、これを渡してほしいと頼む。彼女は、不思議だわ、新しい力が湧いてくるよと言いながらこと切れ、一同が泣き伏す中で幕となる。ありがとうございます。